はい、日曜日ということで今日もキラメイジャーですね。キラメイジャーの感想を上げてまいります。キラメイジャーもついにエピソード7となりました。第7話ですね。今日は7話の感想を上げていきます。今日はですね、ついにキラメイジャー三条陸さんの脚本家になりました。三条陸さんがキラメイジャーの脚本を書きました今回ですね。まあ多分来週も三条陸さんかな。クリフハンガーで終わったんでね。今日は第7話、トレーニングを君にということで、他の4人がレッドをトレーニングする回ということになりましたね。まあ素晴らしい。で今回はですね、レッドを他の4人が鍛えるというところ、からの、ニューロボット登場という流れを作るお話でした。今回の脚本は三条陸さん。特撮ものよくご覧になっている方はね、もうおなじみかと思いますが、かの人気作品仮面ライダーダブルの脚本ですね。仮面ライダーダブルの脚本を、全て書かれた脚本家さんです。他にもですね、戦隊シリーズでいうと充電戦隊恐竜じゃとか、仮面ライダードライブの脚本を書いた方ですよね。まあ、他にもですね、あのかの有名なドラゴンクエスト第2大冒険の原作者でもある人ですね。原作者というか、あの原作物語の方を、進行してた方ですね。あと現在ですね、漫画でもフート探偵とか連載している方ですね。大忙しの脚本家さんがキラメイジャー参戦ということで、今回ね、三条陸さんの脚本ということが一番のポイントかと思います。はい。今ですね、同時に放送されている日朝枠でスーパーヒーロータイムで同時に放送されている仮面ライダー01のですね、12話と13話も三条陸さん手掛けていたので、本当ね、先ほど合わせてフート探偵も現在進行中なので実にお忙しかと思うんですが、今回もですね、なかなかの素晴らしい回を書いていただきました。三条陸さんです。気になるその脚本の内容なんですけど、まあ、あの先ほど言ったように4人がレッドを鍛える回なんですが、ポイントはね、やっぱりね、みんなをちゃんと使えてる、言い方が正しいかどうかは分からないんですけど、キャラクターね、あのメインの5人プラス宝石の5人ですね、要はマシンたちですね、5人5人の合計で10人、この10人のキャラも綺麗に使い分けてるんですが、さらにあのマブシーナと赤田文雄さんを含め12人がね、綺麗にやっぱりセリフが揃っていて、出番も揃っていて、で敵もちゃんと個性を持たせて喋ってて、まあ、キャラの使い方うまいなと思いましたね。それでいてやっぱりあの三条さんは新しいアイテム登場会が得意っていうイメージがあるので、やっぱりこの三条陸脚本はね、新しいアイテム、今回ニューロボットにつなげるという話なので、あのニューロボット登場までですね、スムーズにあの移行されていて、まあ、それでまあ次回にフックをつなげるっていう形をきれいにまとめられていて、まあ、本当にね、さすが三条陸脚本という感じはしましたね。素晴らしい、うまい。うん、まあ、毎週楽しみなあのジャメンジューとジャメンシなんですけども、まあ今日のね、ジャメンジューはね、まあ、今日のジャメンシも2体出てきたんですけど、ジャメンシが2体出てきて、ジャメンジューが1体なんですけども、今日のね、フリーザージャメンシ、あとオーブンジャメンシかな、冷蔵庫とオーブンのジャメンシですけどね、またもう強烈なぐらい大味で、もうジャメンジューもあの顔が2つあるんですけど、ものすごい大味で、あの大味がね、やっぱね、ホームランな感じしますよね。すごいね、会心の出来です。毎回ジャメンシ、いやー、ほんとね、素晴らしいですよ。オーブンと冷蔵庫、そしてね、戦いの受け中風が強いっていうね、もう戦いよりも風が強いのが気になるっていうね。まあでも本当爽快なデザインですよね、ジャメンシは。毎回、まあ、兄弟のジャメンシだったんですけど、弟ビーキっていうミスリードを作って、実は兄貴の方にっていうガルザのミスリードの、あのストーリーの作り方があったんですけど、非常にね、これも巧みにストーリー作りされてて、やっぱ単純にね、あのレッドの鍛える回っていうところだけに収まらず、やっぱ兄弟っていうところのね、因縁を、やっぱあのボスが王国の王様の弟っていうところに絡めて、兄弟の因縁を出してくるっていうのは、やっぱり、うん、脚本上ですごい構成がうまいなと思いましたね。でさらにガルザは出てくると、自分で味方の怪人を殺してしまう。前回もガルザ出てきた時、戦場に出てきた、そうなんです、出てきた時邪魔なんだよって殺してしまいましたけど、今回も俺は強い方が好きなんだって言って、ちょっと冷蔵庫ジャメンシをね、フリーザージャメンシを殺してしまってですね、毎回ガルザ出てくるたびに味方を殺すんだなっていう風に思いましたね。まあ、今後もそうなるのかなと思うと、これはもはや打ち合わせ段階で確信犯でやってることなのかなって、ちょっとその点ワクワクしますよね。やっぱりね、一筋縄でいかない感、あの
スタンダードな1話完結ものに見せて一筋縄ではいかないっていうのがやっぱキラメイジャーの見せどころかなっていうのはすごいしてて、やっぱね、ここを毎週見逃せないポイントですよ、やはり、うん、ガルザが出てくると何かが起きるっていうか、味方を殺すっていうね、スモックジョーキーの、ね、デザインもまた素晴らしいですね、やっぱりね、やっぱね、外観一歩手前みたいな、でもあれがちょっと人型ロボットになるっていうことはね、ちょっとね、次回に合わせてるんで、どういう感じで、おそらく新しいロボは、ね、キラメイジャーの味方で登場して、まあ、でもスモックジョーキーと、合体するっぽいので、その辺の見方もね、やっぱね、来週にちょっと続くってなってるので、まあ楽しみですよね。うん、一話完結を保ってきたキラメイジャーが実に来週に続くっていう流れを作ってきてるので、今回は本当に非常に楽しみなまま、テンションマックスのまま終わったので、まあ次回が非常に楽しみな感じではあります。光の巨人って言ってましたもんね、つぶらやかなって思いましたねで、まあ今回ですね、来週おそらくニューロボが出て新しいおもちゃも発売されるっていう形だと思うんですけども、まあ、ゴールデンウィーク商戦に合わせたニューロボだと思うんですが、まあ、なかなかね、今こういう状況ですから、社会の方がゴールデンウィーク商戦に合わせてですね、おもちゃはなかなか売れないっていうのが、ね、まあ、僕が心配することではないんですけど、やっぱりね、東映のね、いい作品を作ってほしいという、まあね、今回の流れではちょっとなかなかね、ニューロボをゴールデンウィークに合わせて売ることはできないのかなと思ったりしますけどね。まあ、というかキラメイジンの方も満足に売ることが、店頭で売ることができてない感じがするので、まあ、非常に心配な状態かなと思います。ネットでね、熱心な親御さんとかだったらね、普通にネットでお子さんに買い与えたりとかするんでしょうけど、基本的にはね、お店に行って子供にねだられて買うっていうのはまだまだね、根付いた流れかと思うので、あとジロス、東京の人だ、東京圏、関東圏の人だと、ジロストに見に行ってそのままの流れで買ったりとか、そういうのがまだまだね、あるので、非常にね、ちょっと商売の面に関しては、なかなかキラメイジャー厳しいのかなと思ったりしますね。とは言ってもね、ミニプラのキラメイジンとかプレミア価格ついてて、やっぱ売れてるのかな、ミニプラは。うん。まあいろいろな、ね、ことにですね、苦難を強いられているキラメイジャーですけども、必ず苦難を超えた先には何か楽しいことが待ってるかと思うので、ぜひ今の状況ですね、耐えしのいでいい作品を作っていただきたいです。キラメイジャー本当に現在7話でね、いい作品になってると思うので、すごいファンも増えてますしね、まあ何よりね、やっぱキャストが魅力的です。これすっごい大事です。やっぱね、作品が魅力的になるにはキャストが生き生きしてるっていうのが一番だと思うので、特にこういう長いスパンの作品はやっぱりキャストが自ら、まあキラメイジャーだからっていうわけじゃないんですけど、キャストが自らキラキラして光を放ってないと、やはり面白い物語にはならないと思うんですよね。特に大河ドラマですから、今回はやっぱりね、本当キラメイジャーは頑張っていただきたい、応援したくなる戦隊ですよね。うん、で、荒川脚本と三条脚本が今、前回はまた別の脚本家の方だったんですけど、まあ1話から5話までを荒川脚本で、今回は7話は三条脚本で、うまい具合にこうね、物語上のケミストリーを見せていただいてですね、ちょっとなかなか楽しくなってきたので、ぜひぜひ応援したい戦隊となりました。次回がね、今回は振りなので、次回の結果を見たい、楽しみにしていたいと思います。まあ、今回はそんな感じで、三条陸脚本は楽しいということでね、ニューアイテムに絡めるとうまいっていうことを強調して終わりたいと思います。ではまた来週ですね、キラメイジャーの感想は。チャンネル登録よろしくお願いします。